ピンポンダンポン。どうも、のりちゃんでーす。イエーイ。はーい、ということでですね、どうも、のりちゃん。キーが違うだろうと、のりちゃん。キーこっちでしょ？はーい、ということで、どうも、のりちゃんですよーと。現在、時刻、0時を回ったところでございます。深夜じゃねえかよ。なんでさ、なんで俺、こんな深夜に、マイクラの実況撮ってるのと。はい。ということでね、どうも、みっちゃんでーす。イェーイ。まあ、皆さん、まあ、みんな思ってると思います。私、視聴者さんの心はね、ちゃんと親身やって受け取ってるんですよ。あれ？大中くん、地下帝国まだですかと。地下帝国まだ。ライブサーバーバックやってんじゃないわよ、と。地下帝国ついにやろうじゃないかと。なんでこんなのね、メニュー内から始めるかと言いますとね、前のシリーズ、解説プレイとか言って、変な解説プレイってしたんですけど、何よりも多くは、不意症よがないと。まずいですよ。そして、コミュ障だと。企業の転機を唱えまして、これ、もしかして、解説向いてないんじゃ。あれクリスチャン解説向いてないんじゃないよと。ということでですね、一旦仕切り直させてほしいと。ワールドデータをね、ちょっとやり直しさせてくれないという。見てほしいんですよ、ちょっと。ね。あのですね、聞いてほしいんですよ。実はですね、これ導入とかね、全部撮ってあるんですよ。僕の喋ってるデータの、録音してですね、音声がどっか行っちゃった。ということでですね、3回目のワールド作戦でございます。見てください、ちょっと待ってください。その前に、成果を見てほしいんですよ、パート3の。はい、どうも。はーい、どうも。これね、前の地下です。こっちから、下がって掘ってきたんですよ。見てください、あれ、以上の階段ね。で、ここ洞窟とか渓谷とかあちら辺にあったところなんですけど、ここをですね、掘り抜きました。で、ここにもほら、丸石とか、鉱石とかもいっぱい取れてるんですよ。でですね、最後に疲れ切った時に、ね、この謎のちっちゃい家を建てて終わったんですよ。で、これを動画化しようとしてたんですけど、もうめんどくさくなっちゃった。何よりも、前の実況シリーズ、シリーズの目標がちょっと適当だったし、すげえでかいこと言ったんで、今回新しいワールドをね、作って、またね、新しい生活を始めてきたらな、という。新しく、3回目のワールドって言いました。あ！いやー、そうですね。皆さんも思ってると思うんですよ。あれ？むっしゃん、もしかして、グリッドランナー。世界を楽しく覚醒しまーす。ほなら、やりまっか。こっちだな。あ、来ましたね。うわ。あ、探検するワールドですね。あー、キーはないな。え？めっちゃ狭いよ。なんやこれ。おー、ちっちゃー。なんだこれ。めちゃめちゃちっちゃいじゃん、この島。はい、先割り。あ、いいや。もう気を取り直して、このチェストだけ開けちゃいましょうかね。ゴマだれ。あ、カメちゃんどうも、正直ね、こんな島にカメちゃんと一緒に住んでるわけにいかないよね。もうさっさと、どっか行きましょうか。あちらに住んでいきましょうか。はい。はじめの作業台ですね。ボートを作りましょうか。あ、僕ね、足りないじゃん。やむを得ん。ジャングルないや、これ、一本使わせてもらおう。とりあえず石にだけ採掘しときますか。いいね。このゆるい動画感。おっ！めちゃめちゃ水。この中空洞？もしかして。違う？ただ水があるだけ。
洞窟だ。いや、ダメだな、これ。ちょ、息が持たない。育ってくれね、早く。育つまで。あ、そうだね。育つまで、ちょっと、このシリーズの目標を、実績、っていうのがあるんですけど、まあ、父さんといろいろね、あの、プライベートでやってた 82%、85個の実績はもう解除してるんだーっと来て、ここですね。下の残りですよ。ちょ、難しい実績ばっかなんですけど、こいつらを全部解除していきたいと。まあ結構やり込んだらいけるんじゃないと、あって名前考えてね。めちゃめちゃ恥ずかしい。ミザ紹介してミザ倒すないです。もう一つ、タイトルにもある通りね、地下帝国を作りなさいと。地下にめちゃめちゃ掘って、僕は帝王です、ね。この先村が見つかると思うんで、この村人をね、僕は作った地下帝国に加入しまして、この奴隷として一緒に生きておこうと思います。こんなに育たないもん？ジャングルの木って。やめ、やめよう。二日目ということでね、二日目やっていきましょう。これ翌日のね、夜の7時19分。19時19分でございます。一応行くということで。前回何したんでしたっけ？そっかそっかそっか。木がね、って植えたんですね。とりあえず育つまで待ちますか。めちゃめちゃ海底神殿じゃん。え？嘘でしょ？こんなとこに海底神殿が。全然気づかなかった。多分今の装備、うわー呪われちゃった。また、装備を整えていきましょうか。あ、そっか。ふざけんなよ。おー、あと3分も来れない。もういいわー。育つまでちょっとここで待ってますか。嘘でしょ？こんなに小さいもんなの？ねえ。どんだけ待てばいいのって。どんだけ待てばいい。あ、行商人さ。どうも、こんなところにスポンしたらあなた大丈夫なんですか？孤島ですけど。あー、鳥、あ、ジャングルの苗木。この人は閉じ込めときましょうか。またなんかこっちに来た時にジャングルの苗木欲しいとかいう感じになるかもしれないんで。いいね。じゃあまた掘りますか。え？いつの間に？おー、すごい育ってる。これでやっと探検に行ける木を育てることに成功しました。よし。さて、このね、最初の島にはおさらばしましょうか。名前決めとこうか。この島は、もう僕が最初、一番最初に降り立った島なので、マサラアイランドということに。多分じゃないんで、セーフだと思います。マサラアイランドから、おさらばするぜ。さよならマサラアイランド。また来るよ。ということでね、あの、X が増える方向に進んでいきたいと思います。島が見つかるまでの道中に、沈没船が見つかればもうそれで1個の実績、解除なので、それも狙っていきた。いいですね。すごいすごいすごい、いっぱいある。もう着いたの？こんな近かったんだ。ボートいらなかったかもしれんな。珊瑚礁だね。え、めちゃめちゃ綺麗じゃん。いや、これ島じゃないのこれ。大陸じゃなくて島もしかして。クソみたいな、ちっちゃい島だった。寝るかさっきの島で。ねえ。あれ？あれ、わし、ベッド置いてきた？一応ベッドだけ作っときますか？さて、このね、最初の島には、おさらばし。ちょっと置いてきちゃった。さあ。え？
また海底神殿なんだけど。めっちゃあるじゃん、海底神殿。あ。なんだあれ。今度こそでっかい島なのか？日の町だ。大陸だ、大陸だ。多分大陸じゃないの？え？うわ、基地ある。あと村があれば、しっかりできるんで。広がる草原。あ、プール学習？楽しいか？はあ。ロバだ。ラバか。どうも、ラバさん。お元気ですか？あー、お元気で。あー、よかったです。じゃあ、ちょっと僕、村探しに行ってくるんで、頑張ってください。うわ、また沼地だ。いらないんだよ。村をくれ、村を。あ！そんなこと言ってたら、村だ！やったー！村じゃないか。どうも、あやこですか？どうも、お客様でーす。あー、よろしくお願いします。これからね、多分お世話になると思いますけど。ね。よろしくね。なんだこいつ。返事ぐらいしたらどうだ？なんかこっちの方が大きいぞ。どうも。失礼します。あー。ここにするか。なんか一番でかそうだし。マイホーム決定です。よろしくお願いします。同居人でーす。あんたは、そこら辺で、崩してみてください。ちょっと失礼しまーす。あなたの家ちょっとダサいんで、リフォームさせてもらいます。とりあえずですね、村人ちゃんがちょっと心配なんですよね。この人たちは抵抗力がないという。数学のめくじなので、僕ちゃんが守ってあげなきゃいけないと。ただですね、今、圧倒的資材不足なので、木が必要なんで、ここら辺の木全部一掃しますかね。はい、ということでね、40分目ですかね。ずっと木切ってまして、ちょっと分かりづらいかなと思うんですけど、こっちの方面と、山の上ですね、全部、木材を借りました。ここら辺はまあ分かりづらいんで置いといて、この山の上ですね、結構、もっさりしてたんですけど、こんな感じでね、木を全部、買いました。もう見事なまでの自然クラッシャー。本当に自然を壊すことだけは誰にも勝てない。ここら辺ね、山が剥げ散らかしました。山を剥げ散らかしたところでですね、今回の成果ですね。ほい。はい。そんなんでもなかった。あ、アカシアはまあそんな勝ってないんで、ですね、白樺ですね、意外となかったんですよね、白樺。建築で使えそうだったんで、欲しかったんですけど、全然手に入りませんでした。まあ多くが結構手に入ったので、まあそこそこの家を建てれるんじゃないかな。やっぱりそんなんでもなかったです。もうちょっと狩ればよかったかなと。尺が、まあ、足りてたら、次回のパートでお会いしましょう。バイバーイ。